伝統保守主義は、古い伝統を尊重する主義、思想であり、自然法及び超越的道徳秩序の原理、伝統、階級性及び有機的統一性、農本主義、古典の教養及び高尚な文化、そして広範囲にわたる忠誠心の必要性を強調する、政治哲学のことを言う。伝統主義的保守主義、伝統主義、バーク派保守主義、古典派保守主義、 そして、通り主義としても知られている。もちろん、中には、反動主義者や、反革命主義者といったレッテルを受け入れた上で、啓蒙運動以来それらの用語に込められてきた汚名を、ものともしない、伝統主義者もいる。階級的な社会観を持っているために、多くの伝統保守主義者は、少数のアメリカ人も含めて、君主制を最も自然で有益な社会体制として、 擁護する。A、トラディショナリストコンセルバッチズム A、トラディショナリズム A、ブルケンコンセルバッチズム A、クラシカルコンセルバッチズム A、トルズム。ありがとうございます。